はい、今日は試合の日の朝なんですけど、ね、まだ午後スタート2時20分スタートなんで、朝ジムに来てストレッチと軽く筋トレをしてから行きます。では行ってきます。はい、試合前のお昼ご飯兼朝ご飯です。ピーナッツバター塗ったパーと卵の白身ですちょ、これやばいけど、ちょっとイヤホンしてて自分の声聞こえないんですけど、なんかあんま食欲なくて、お腹いっぱいになりたくないんで、軽く食べてから補食をラウンド中食べますって感じです。では行ってきます。はい、ラウンド終わって、ラウンドってか1日目終わって、もうこんな真っ暗です。早く寝て明日に備えます。はい、おはようございます。今は朝の4時半やねんけど、昨日雷でいっぱい2回ぐらい中断になって、私午後スタートで8時半までゴルフしてんけど、13ホールしか回れんくて、で今日7時からまたスタートなんで、今起きて朝ごはんを無理やり食べてます全然お腹空いてない。で今日あと5ホール回ってから、また18ホール回って、それ終わってからっていう、すごいハードな日になるんで頑張ります。はい、皆さんお疲れ様です。今日、今2日目が終わって夜の8時やねんけど、ね、すごいね、今週はいろいろありすぎて、まず友達のことでトラブったやろ。で、私、今週の初日が、午後スタートの後ろから2番目の組やったんですよ。昨日2時20分で。で、昨日また雷雨が来て、まずスタートできんくて、スタート前も超豪雨みたいなのって、3時半ぐらいに結局スタートして、で、なんかその一緒に回った子らと9ホール回れたらいいな、みたいな感じの話しとって、夕方から雷来るってしとったから、そしたら6ホール目で、違うわ、7ホール目で、雷やって、なって、で、で、帰らされて、もうその時点6時半やったんですよ。私もう終わりやなと思って今日。と思ったら、それがどっこい、マジで、またやるとか言い出して、それでやって、6ホールから、13ホールまで回って、もうそういうその13ホール終わった時間がもうなんか8時半やったんですよ、夜ので、明日残り5ホールあるみたいになって、で今日は朝の4時に起きて、7時にそのなんていうの、みんなカートに乗って行かなあかんからって言って、昨日8時半に終わったのに、そっから家帰ってきてご飯食べてシャワーってみたいなのやって、12時ぐらいに寝て、で4時に起きて、で今日は回って、5ホール回って、でなんかもうすっごい遅くて回るのが、なんかその私たちのなんか前の国か分からんけど、で5ホール回るのに1時間40分かかってさ、でそっからまた1時間ないな、40分30分ぐらい休憩してからまたスタートして18ホール回ってって感じでやります。やってて、ですっごいしんどかったのが、私カットラインの位置やったんですよね。てか本来はカットラインの1じゃなかったんけど、なんかボギー打ったからそこ落ちてきちゃって、すごいレベル高くて、で今終わった時点で1オーバーやねんけど、まあカットは2オーバーやったんやけど、もうずっと1オーバーカットで買い取って、でなんか私もバーディーボギーバーディーボギー、あ逆です、逆、あバーディーボギーボギーバーディーボギーバーディーボギーバーディーみたいな感じで、なんかもうすっごいこうってなっとって、なんかそのめっちゃしんどかったです。でなんかもう今週だけはマジで予選落ち嫌やと思っとって、2週連続予選落ちとうから、もうだいぶ私もうメンタルめっちゃきとったんですよね、正直。でも自分のゴルフにマジ自信なくて、その昨日とか回る前とかに、もう友達とかになんかこう自分のゲームがなんかそのうまくいくイメージができひんみたいな、そのなんかまたうまくいかんかったらどうしようみたいな感じで言って、そしたらなんかいや、なんかすっごい励まされて、それに助けられました。
そうですね、もうほんまにそれに助けられたって感じで、で昨日終わって、そう今日はとりあえず明日も回れるし、カットされへんかってマジでよかったと思う。じゃほんまにしんどかったから、なんかその今日はマジでそのなんか予選受かっただけやけど、なんかもうほんまにほんまに嬉しいです。で私の目標は今ね、一応ね自分の最高順位がエプソンツアーで20何位なんか忘れたけど20何位なんで、とりあえず一個一個段階踏んでいきたいなと思って、私もだからとりあえずトップ20に入りたいから、明日は3アンダーか4アンダーぐらい頑張って出してトップ20に入って、なんかそれが達成できたらまたトップ10に入ってとかトップ5に入ってみたいな感じでモチベーション上げていこうと思います。もうほんまになんかパターが全然あかんかったし、なんかこうボギー打った次のホールの切り替えの仕方とかもなんかその全然あかんかったのを NASA に相談してご飯の時に、で結構アドバイスもらってめちゃくちゃ良くなりました。マジで NASA ありがとうって感じで、とりあえず良かったなってすごい安心しとって、で今日もちょっとなんか担いで傘さしたらマシなんやろうけど、傘させんくて、もうなんかもうアップダウンがやばすぎて傘させんくて、だいぶ体に熱こもってるから、とりあえずなんかスイカとか食べて、てかお金なくてずっとゴルフ場で配っと、なんか昼とか配っとハンバーガーとかサンドイッチとかブリトーとか食べて寝て、だ今週1週間食費は私50ドルしか使ってないです。スーパーで買って、あとは全部ゴルフ場で配ってるやつをマジ朝昼バッと食べてもうお金ない、アメリカマジで高い、マジ日本ってそう考えたらめっちゃ安いなと思います。まあ食事はまあでもね、アイスとか食べたいな。アイスとかだって800円ぐらいするんですよ。だって日本やったらさ、アイスとかってハーゲンダッツで300なんぼじゃん、わからんけどって感じで、明日はここを出てオーランドに、明日から1週間ぐらいおるんで、パッキングしやなあかんし、今洗濯してんねんけど、荷物もまとめやなあかんし、空港行って一旦レンタカーを返してまた新しいレンタカーを借りやなあかんし、ですっごい明日も忙しいんで頑張ります。ではまた明日、じゃあね。はい、最終日の朝の朝ごはんです。パン2個と今日お腹すいとうからピーナッツバターとアーモンドバターとヨーグルト残りです。これ食べて今日アンダーで回れるように頑張ってきます。じゃあね。はい、今日は月曜日で、晩ご飯です。今日朝と昼何も食べてなくて、で今日やっと晩ご飯、初めてのご飯で、昨日レストラン行った時の残り物とサラダです。なんか韓国料理とか食べに行きたいねんけど、マジでお金がなくてこんな感じかな。今日はね、ほんと一日中寝てます。13時ぐらいまで寝とって疲れとってって感じで、で今週はこんな感じの部屋やねんけど、すいません私が寝て散らかってて、知り合いの人に泊めてもらってます。で1週間オーランドを追って、そっからノースカロライナに移動しますではバイバイ。今日は5月の31日か6月の1日か分かんないんですけど、先週の振り返りをしてないんでしたいと思います。今は火曜日です。何日かはちょっと分かれへん、5月に31日があるんか分かれへん。で先週はすごいもう2試合予選落ちとって、すごい不安の中試合迎えたんですけど、まあその分ちゃんと自分の悪いとこ練習して、まあもうやることやったしみたいな感じで試合迎えて、そしたら1日目がサスペになって13ホールしか回れなくてパープレイでフィニッシュしたんですね。でそっから次の日に14からスタートして、まず最初にボギー打ってはみたいな感じやって、でも次のホールバーディー取ってんけど、8番ホールのパー3でなんかすごいアイアン
が飛びすぎてディスタンスコントロールみたいな全然できなくて、アイアンが飛びすぎて本当になんか今週アイアンが飛びすぎてそれがボギー打つ原因になっとって、でなんか飛びすぎるのが怖くて振り切れんくなったりとかしてミスしたりして、で8番ホールで140ヤードやってんけどピンまで、で8番アイアンのハーフショットで打ったらリアルキャリー148ぐらい飛んで奥のバンカーに入って、絶対入れたらあかんバンカーでダボ打ちかけてボギーになりました。でワンオーバーでターンしてもうカットラインやって、でその次の18ホールはもうほんまにバーディーボギーめっちゃ苦しいゴルフやって、精神的にでもなんか結構最後まで耐えれて予選通過できてすごい自信になったかな頑張ってよかったみたいな感じです。でその日ねすっごい暑くて雨降った後やったし、で担いでて私でめっちゃアップダウンきついんですよね、兵庫みたいなゴルフ場で、で熱中症になっちゃって途中で傘させたらいいんですけど、もう担いでるし傘させないんですよね、もうしんどくて、で熱中症になっとって、ですぐ帰ってちょっとクールダウンとかしてんけどもうずっと頭痛くて、で次の日朝起きてももうずっと頭痛くて3日目、で回れるかなって思ったけど危険したらお金もらえないんで死んでも回ろうと思って朝もちょっとしかもう15球ぐらいしか打たんとパターもちょっとだけやって、でもうスイングもなんかそのいつも結構ちゃんとパッて振んねんけどもうほんまに5割ぐらいでプレーしてって感じでやったら意外と良くて1アンダーやったかな。でももっとなんか17回パーオンしたんでもっとバーディー取れたところもあったけど、まあなんか悔しい、やっぱトップ20目指しとってあと1打良かったらそのトップ20ではなかったんかな、結局21位になっとったから、ね、まあでもあと2打とか良かったらトップ20入れとって、結果は28位やってんけど3日間トータルパワープレイで、だからなんか悔しいし、まあこの悔しさを次の試合に向けてなんて練習しようしたいなと思います。で一応エプソンツアーで今5戦やった6戦やったんかな、もうで29位が最高位やって1個ちょっと上がったでもとりあえず20位次目指して頑張りますって感じで、なんかすごいね疲れた中3日目終わって、そっから1週間オーランドにおるからレンタカーを一旦返しに行かなあかんってなった時にすごいハプニングが起きて、1週間なんかレンタカーとかホテルとか飛行機の予約全部間違えとって、今週の日曜に動くねんけど、その一昨日の日曜に飛行機とか全部取っとって、でまあ自動キャンセルみたいなのになって、でカウンターとか行ってまあなんかフライト間違えたみたいな感じでなんか言ってんけど、いろいろ言ってその明日とか明後日の便やったら無料で変えてくれるみたいに言われたけど、1週間後は無理みたいな、お金払い直してって言われて、お金払い直す羽目になりました何してんねんみたいな、もうなんかその飛行機とか予約した時すっごい疲れとった時に予約したんですよね、予約しやなあかんと思って、もう夜中の1時ぐらいの時に予約したせいで全部間違えててその手続きがすごい大変でした、英語やしって感じかな。で今週は、オーランドで1週間練習してからノースカロライナに移動します。で昨日月曜日はずっと寝てました久しぶりに休養をとってって感じで、こんな感じで終わらせていただきます。ではバイバイ。はい、今日の晩ご飯です。もう8時やねんけど、作るのも食べに行くのも何するのもめんどくさくて卵を焼いただけです。まあ5時ぐらいにスムージー飲んだから大丈夫かなって感じで、これを食べてもう今日は寝ます。おやすみなさい。